どうも、エルザです。それでは、レムナントやっていきたいと思います。さあね、新しく、ちょっと試したいのもありますんで、こちらうまく使っていきましょう。まあでも、雑魚敵召喚してたっていう意味では、確かに、ね、このモッドは合ってる気はするね。さあ、どうかな。お金が欲しいのよね。300か。まあとりあえず600貯まるとライフル手に入るというか買えるんで、頑張って貯めたいなーっていうところですね。さあ、うーわ、早速いたよ。全然そっち攻撃し、ああ、雑魚敵は言ってるか、強力な敵だとってそういうことね。はい。はあ。まあ、そんなにライフは高くないからって感じか。まあ、でも、ポン。でもだいぶ楽だな。自分に攻撃が来るまでの時間稼ぎができるって意味ではやっぱ強い気はするね。トレイト、まあ経験値だね。とりあえずね、ガンガンレベル上げれるようにしておかないと。いや、敵が全然弾落としてくれないなあ。あ、いたね。あれ壊せんじゃね。どう、壊せないんか。今のはダメか。ちょっとまだモッドは使えないと。1、2、まあ呼び寄せるか。まああの中っぽいね、行く場所はね。さあ、ロングガンの弾。あ、そっか、ショットバレルっていうかロングガンの弾っていう定義になったね。あ、一応避けることを覚えてきてるね。さあ、こっち行くと、おお、また地下があんの、マジで。また地下なの地下鉄への入り口か。あー、じゃあここだね。地下鉄の入り口何個あんだよ。ってことはさっきのあれ地下鉄じゃないってことか、ただの下水道か。それもそれで困ったな。まあちょっとアイテム探そうかな。何もない？
ほう。2箇所どっちかから行けってこと？マジで？あからさまな地下は、ねえ、ここだよね。地下鉄への入り口はね。じゃあもう一つの方行ってみようか。あ、入ってみよう。とりあえず。お？え、チェックポイント？え、どういうこと？しかも多分これ、まあいいや。とりあえず、チェックポイント入っとこう。とりあえず備えておいてね。ジャンクタウン。絶対違うな。あ、いや、誰かいるね。え、お兄さん何してる？静かに、静かに、静かに。ほうほう。はいはいはい。いや、君は どこから来た？何の用だ？大丈夫か？不機嫌だ。そう、どこかで。お前は誰だ？あんたはスカベンジャーなのか？何か交換できるものあるか？こっちにしよう。無理だ、無理、無理。それは無理だ。何も持ってない。交換できるものはない。何も聞こえない。何も見えない。声、声が、何百万の声が、全部つながっている。すべてを見ている。それぞれが声を上げ、その声が一つになり、そして、俺は、できない！俺にはできない。そのマスクは何だ？俺は何もかぶっていない。俺は知らない。聞くな、聞くな、聞くな。ああ、忘れろ。ああ、全部忘れてくれ。いや、何も、何も忘れるな。あの木が、あの木が全部、木が全部か。あの木が俺のことを見てるんだ。いつも見てるんだ。戦車の目と口、聞こえる。待ってる。聞こえる。そのマスク、あんたに何かしてるぞ。何も見つけてない。やだ。やめてくれ。もう聞く。やだ。ほう。行け。まさかの。聞いている。やつらは聞いてない。さよなら。ねじれたマスク。よかったのかな、倒してしまって。何も聞かない。っていうか何も交換してくれそうな感じもなかったしね。いや、わかんねえな。いやー、気になるな。あの人、結局何なんだったんだろう。まあ、ただ、木が何か影響あるはずなんだろうけど。何だったんだろうね。じゃあ、地下行きまーす。お、こっちもチェックポイントすぐあったね。よし。それだったら、前回ショットガン買えないかなみたいな話してたと思うんですけど、ちょっとショットガン買いきますか。せっかくなんで。ねえ、変えてみて、もう使い勝手試してみよう。アップグレードできるんだ。あ、これ、あれか、再創生は回復が自動回復つくんだね。リジェネみたいなね。達者でな。あ、そうか。任せな。ああ、
見つけたものは、ほら。ああ、少し前だが、そんで。あ、全然関係ない話を聞いておりますね。王道じゃ。世話を焼かせてくれるやつと会えるんなら、人生もそう捨てたもんじゃ、他にいるも。強化ができないんだよね。ちなみに、ダメージは上がるけどって感じか。変えて。あ、そんな悪くはないか。うん、じゃあ早速試していきますか。よし、この後で壊れない。行こう。なんかキノコ生えてるね。キノコ、あれ？なんかさっきのねじれた系で思ったんだけど、なんかそれ系ですか、今回のボスは。ファイヤーに変えるのありかな。ちょっと最初の敵見て。はあ。はいはいはい。7発確かに撃てるんだけど、あーまたうん、こっちだな。命中率が低い分ダメージが悪い。あ、そっち正解っぽいね。それなりにリロードもあるし、いいかな。はいはい。あ、違う。ほい。ただ面白いのはその、なんだろうね。やば。それはきついです。ちょっと強力になるとっていうところです。なんで燃えてるのかがよく分かんなかったけど。いやー、マジで。あ、ここか。単純にボーミス。あー、どうしよっかなー。いや、どっちもどっちだなー。落ちてくるでしょ。で、入って。まあ、数えてると考えれば、そうか。まあ、ヘッドショット狙えればっていう気は
するけどね。マスクアイテム多分取ってないんだけど、大体どこからあのでかいやつバレたかなんだよね。そこか。命中的にやっぱちょっと運的なものは絡むな。その近づき方ちょっと不気味やな。あ、できた。問題児。いい、そこ当たんの。マジか、あれ当たんのか。危なかったわ。いや、どっちもどっちやな。確実なダメージを出すんだったらやっぱりダブルか。あんだけガンガン打ってたもんな。この辺り悩むね。赤がロングだね。で、白がハンド。爆発するんかい。いけない。この反対側出てきそうだね。なんか音がしましたな。おお、まだいる。いや、ちょっと雑魚的強くなってるね。なんかライフ若干高いもん。これはやめなさい。レジストか。マジか。そんな物騒なの出てくるの？あー、きついね。お前だよ。マジで何もお前。くいや、違うね。なんだこいつ、マジで。
ある程度削ってやっと攻撃できるのか。はあ、あんなのが雑魚的なの。たまったもんじゃねえな。ちょっとおとりが成功したからよかったけど、おとりなかったらなかったで、また大変だったね。敵の声はするんだけどな。痛い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 。またなんか変なの出てきたね。痛い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 痛よし、食べよう。いや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 、え、なに、こんなこんな、ちょっと待って、こんな雑魚的出る、マジか。やべえな、マジでやべえな。いや、パーティープレイやりたいねこれね。これやられたらまた戦わないといけないんでしょ。よし、これうまく使っていきたいね。またこんな感じの嫌な場所に来たね。はあ、いや、痛い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 。
よし。危なかったわ。いやー普通に出てきたね。その頻度はえぐいな。いやー頻度が出てくる頻度が多い。ちなみにこれ登れない。いていていてて、意外と避けるんだよな。回復は受けてなかったか。またここまで進めんのか。よし、ちょっと強化しに行こう。あーそっか、防具の強化もできるのか。とりあえずだよね、一旦強化して、あ、150までいく、40に上げて、うん、これで強化ある程度できたから、あとは防具をこの辺りだね。達者だ。いやー強いわ。まあまあまあ、まあ今回ここまでにしましょうか。時間の切りもいいんで。まあ、ちょっとね、次回は今のところ突破したいね。ということで、今回ここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。